クロサギ不自然な排除騒動。平野耀主演作、アマゾンプライムビデオがファンに物議近年、動画配信サービスが急速に普及する中、その中でもアマゾンプライムビデオが注目を集めている。しかし、最近、キングプリンスへのメンバーであり、俳優としても活躍する平野耀の主演ドラマ、クロサギに関する謎めいた騒動がファンの間で広がっている。 なんと、同作品が Amazon プライムビデオでの配信ページから平野市用の姿が不自然に排除されているとの疑念が噴出しており、これに対するファンの不満の声が相次いでいる。今回は、この問題に焦点を当て、その真相や影響について探っていく。 クロサギは昨年10月から12月にかけて TBSK で放送されたドラマで、平野志耀がプロの詐欺師クロサギ役を演じた作品である。一方で、この期間中にはキングプリンスへの分裂や平野の芸能事務所からの退場など、彼にとって複雑なタイミングでの放送となった。 その中でアマゾンプライムビデオが同ドラマの配信ページで平野の姿を不自然に排除しているとの指摘が上がりファンの間で物議を醸している配信ページの変更とファンの反応アマゾンプライムビデオのクロサギの配信ページにおいて全十話分のサムネイル画像に主演の平野仕様が映っていないことが確認されている これに対し、ファンからは、なぜ主役が映っていないのか、他の俳優は映っているのに不自然ではないか、といった不満の声が続出している。また、トップページに表示されるメインショットも、黒島決裁一人の顔のアップで、これも平野の存在が抜け落ちている印象を与えているとの指摘がある。他の動画配信サービスであるフーやウネクストでは、 平野が映っていることから、アマゾンプライムビデオだけが異例のケースであることが浮き彫りになっている。これにより、ファンの間では、アマゾンプライムが旧ジャニーズに忖度をしているのではないか、といった疑念が生まれており、その不信感から一部のユーザーがアマゾンプライムの大会を報告しているという報告もある。騒動の真相と可能性。 一連の騒動について、Amazon プライムビデオは公式にコメントしておらず、真相は不明のままである。しかし、複数のファンや視聴者が指摘しているように、他の動画配信サービスでは問題なく平野の姿が映っていることから、Amazon プライムビデオが何らかの理由で彼の姿を意図的に排除している可能性が高い。その理由として考えられるのは、 平野が所属していたジャニーズ事務所を辞メジャニーとして脱退したことに対する反発や、旧所属グループであるキングプリンスに対する特定の意向などが挙げられる。また、アマゾンプライムビデオは視聴者のフィードバックに敏感であることから、この騒動が広がり続けることで、サービスの評判や利用者数に悪影響を及ぼす可能性がある。そのため、 今後の動向が注目される。影響とファンの反応。この騒動により、平野紫耀のファンからは不信感や失望の声が相次いでいる。一部のファンは、この問題を受けて Amazon プライムビデオを大会するといった行動に出ており、これが広がればサービスへの影響が拡大する可能性もある。 また、SNS 上では、作品に対するリスペクトがない、ファンが応援しているのに失礼すぎる、といったコメントも見受けられ、ファンと動画配信サービスとの信頼関係に亀裂が入る事態となっている。クロサギのアマゾンプライムビデオでの配信ページから平野仕様の姿が排除されたという騒動がファンの間で広がっているが、真相は依然として不明のままである。 一部のファンがサービスを大会するなどの影響も見られる中、今後の Amazon プライムビデオの対応が注目される。動画配信サービスとアーキストや俳優との関係が一層複雑化する中、ファンとのコミュニケーションや信頼構築がますます重要なポイントとなってきている。